どうも、ひでまろチャンネルです。何個か前に、ロバートの山本さんの怖い体験話したんですけど、もう一本山本さんから聞いたお話を紹介していただこうかなと思っております。今、ロバートっていうトリオで活躍してる山本さんなんですけど、NSC って東京の吉本の養成所、3期生で入るとき、本来であれば高校のね、同級生と一緒にやっていくはずだったらしいんですよね。高校生の頃に芸人を志して、その方と東京に行く。その同級生と東京に行くってなったときに、東京でどこが安いんだろうって、物件ね。探したところ八王子が出てきたんですって。じゃあここの物件に一緒に行こうって言って、まあ釣り物件だろうななんて思って行ったら、あ、こちらまだありますよって、あ、よかったなんて思って、じゃあすぐ契約します。そしたらそこの不動産屋の方がいい人で、あ、この物件ところから近いのでちょっと行ってみますみたいな、で、え、いいんですかっていうことで行ったんですよ。まあ、契約した部屋が2階だったんで、2階に上がろうとしたんですよね。そしたら、その真ん中に階段があるタイプで、その階段を上がって2階に行くんですけど、その階段の手前に、鎖で入れませんよ、みたいな。貼ってあったんですって、チェーンが。あれ、上がれないじゃんってなって、その不動産屋の方が、ごめんなさいと。ちょっと今、チェーンが貼ってあるんで、入れないみたいです。すいません。ああ、でも大丈夫ですよって貼り紙で、いついつから入居可能っていう貼り紙があったんで、それを見て無事にここに入れれば別に問題ないんで、じゃあ契約お願いしますっていうことで契約完了したんですよね。次またその友達と今度アルバイトを探そうっていうことになって、何件か回ったんです。そしたら同じバイト先に無事決まって、あ、よかったねって、生活費どうにかなるねって言ってて、でそこのバイトがコンビニ、普通の日勤だと時給が安いんで2人夜勤希望で言ってたら、ちょっと条件があるんだと。バイトの店長、何かっていうと、そこのコンビニっていうのが夜一人勤務なんだよねっていうことで、その友達とは一緒に入れないんですよね。一人勤務なんで。まあ、それも省略して、無事に東京で生活して吉本通うっていう感じになったんですけど、ある日ですよ。山本さんが休みの時、友達がバイト出勤の時に一人で部屋の中で寝てたんですって。寝てて意識だけ起きてるっていう状態ってよくあるじゃないですか。そんな状態になった時に、こう目をつむって、あ、もうすぐ寝れるかなっていう時に、階段の下からトン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 って誰かが上がってくる音が聞こえたんですって。誰だろうこの足音って集中して聞いてたら、自分の部屋のドアの前でその足音がピタッと止まるわけですよ。ん？って思って、あれ？今日あいつバイトだよな、これなんだろうって思って、そんなこと考えてたらその足音がスッて中に入ってきて、トントントンって入ってくるんですって。ん？ちょっと待って、今鍵開けたかな、ドア開く音したかななんて思って、これなんだろう。だんだんちょっと嫌な気分になってきたんですって。そんなことを考えてたら、その足音がだんだん山本さんが寝てる部屋のところで止まったんですよ。襖のところで。はぁ？ってなって。そしたら、スーって開いたんですって。今ここで目開けたら、その人と会話をして眠りを妨げてしまうっていうことになるから、いつでも目をつむってたと。なんで部屋に入ってくるんだろうなって思って、でも理由はすぐ分かったんですよ。
山本さんが寝てるところに、まあ、ベッドがあって左隣に衣装ケースがあるんですけど、一緒に使ってたんですよ。で、あ、なんか服とか取りに来たんだろうなと自己解決して、そしたらね、カチャンって開いてガサガサ何かを探すんですって。あ、やっぱり衣装ケースなんだ、よかったよかったなんて思ってたら、なかなか決まんないと、探してるものがね。だんだんもう寝てる山本さんもイライラしちゃって、いや早くどっか行ってくれと。でもなかなか決まんなくて、もうふざけんなって思った時に、ピタッとその探してる物音を止まってね、あ、よかった、これでまたどっか行ってくれるわって思ったら、違うんですって。なんかね、その場で着替え出すんですって。え、なんだろうって思って、でもなんかね、違和感があるんですって、その着替えてる感じがね。え、なんだろうこれって思って、ようやく分かったんですけど、寝てるベッドの周りをぐるぐる歩きながら着替えてるんですって。え、なんでこいつ歩きながら着替えてんだろうなって思ったら、その動きがだん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 ぐる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 ってだんだん速くなっていったらしいんですよ。え、ちょっと待って、これ何これってなって、これ人間の速さじゃないな、怖って思った時に、寝てる山本さんのこのここでね、ピタッと気配止まったんですって。え、ちょっと待ってくれよ、なんだよこれって思って、意を決して目を開けたんですよね。そしたら何もなかったんですって。あ、よかった。気のせいだったのかなって思って、こう体をね、ちょっと移動しようって思って、動かそうとしたら、もう動かなくて、金縛りになっちゃったらしいんですよ。うわっと。え、これ絶対良くないやつだって思って。だけど、目開いちゃったから、眼球は動くと。体は動かないけど。左隣に衣装ケースがあるんですけど、右の方向くと、戸棚があってレンジがあってっていう場所があるんですよ。でも戸棚があってレンジがあって、その上になんか気配を感じると、それなんだろうなって思って、眼球をねじーっと向こうにゆっくり向けたんですよ。そしたら戸棚、レンジ、生首の長い髪の女がいたんですって。って思って、うわー見ちゃったって思って、でもそこで固まっちゃったんですよ。でその生首をじっと見てたら、生首が向こうを向いてたんですけど、左右にカタ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 揺れて頭の重みで落下したと。頭が反対向きになって、目とその生首の目がバッチリ合いながらゆっくり落下して、床にねずーって沈んでいったんですって。うわーって思った瞬間、もうそっか記憶がなくて朝起きたと。起きた同時に同居人が帰ってきたんですって。おお、山本起きてたんだなんて言われて、で、いや違うと。で、今の話をその同居人に喋ったんですよね。そしたら、マジかって言うんですって。あれ、なんか知ってるマジかだなって思って、で、聞いたんですよ。お前なんか知ってんのかって。そしたらその友達が、いや、あの時初めて不動産屋行って内見した時、チェーン貼ってあっただろうって、あれずっと気になってて、俺不動産屋に別日に聞きに行ったんだっていう話をしたんですよ。当時担当してくれた人じゃなくて、ちょっと上の人が話をしてくれて、今ここの物件っていうのが江戸時代の時に首刈り場だったっていうんですよ。以前
このアパートに住んでる住人から生首を見るっていうクレームがすごいあって、ちょっとこれはまずいからっていうことで一旦出てもらって、あの時チェーンしてたのってお祓いをしてたっていうんですよね。だからまだ取り払えてなかったんだねっていうことで、で怖くなって、で芸人だから金もない、どうしよう、仕方ないから我慢して半年ぐらい貯金してアパートを出たっていう、まあ首狩り場だった。そこをもっと言うと罪人の生首をね置いてた場所、晒し首にされてた場所だったっていう話なんですって。こんな話をね山本さん打ち上げの時にしていただいて、全然もう話したい時話していいよって言ってくださったんで、本当にありがとうございます。ということで、デマドチャンネルまたご覧ください。ありがとうございます。